イランにおけるアラムートの位置、アラムートとは、イランのアルボルズ山脈西端、ゲンガズビン州の東北に位置する渓谷の名称。11世紀末から13世紀にかけて、ハサン・サッバーフが築いた暗殺教団とも称されるニザール派の拠点となったことで知られる。11世紀中頃、セルジューク朝の支配するイランで生まれ育ったハサン・サッバーフは、各地でシーア派の教えを説く中で、 セルジューク町の迫害に遭い、北西イランのガズビーンに隠れ潜んだ。ここで、ハサン・サッパーフは、ガズビーン東北方の峻険な山岳地帯にある、アラムートに目をつけ、自らの配下を送り込み、あらかじめアラムート城塞を掌握した上で、1九9 0年9月4日に自ら、入城しこの地をニザール派の拠点と定めた。アラムートを拠点としたニザール派は、ハサン・サッパーフの死後も、 勢力を拡大させてゆき、モンゴル帝国によって滅ぼされるまでに、アラムート一帯には数百もの山城が築かれた。その多くは、現在においても正確な地位は不明であるが、アラムート城、ランマサル城などが知られている。山岳地帯の山城そのものは、イラン史上珍しいものではないが、ハサン・サッバーフが築いたような大規模かつ、難攻不落の山城群は、他のどの時代にも見られない。 独自のものであった。モンゴル時代のイラン史を専門とする本並信は、アラムートの山城軍の構築は、ユーラシア大陸に広く見られる、山岳宗教、修道院運動の延長線上にあるものと指摘し、宗教的情熱があってこそ莫大な労力、費用を必要とする非生産的な山城軍構築を成し遂げられたのだと述べている。ありがとうございます。